1から始める無課金にゃんこ大戦争。今回も無茶するぞ。おーおー。って何やらか好きだ。詳細はやりながらいたします。猫本上級に挑戦です。もう結果はわかってるよ。一番の難敵ガの射程は340なのですが、美脚とジェンヌ、ドラゴンが勝っています。あとマサムネ。これだけ揃っていればなんとかなるんじゃないか。問題がいくつか。取り巻きがやたらと多い。再生産に時間がかかる。強いキャラもレベル10が最高。メインなら大狂乱のライオン走らせて終わりですが、はっきり言って無茶です。じゃあなんでやろうとしてるんだ。猫感が欲しいんです。これで勝ったら次は猫ボン使って、レッドサイクロンを倒そうかなーなんて。無理じゃね。大体猫感で統率力回復しながら攻略ならいざ知れず。今回ガチャに回しすぎなんだよ。どうしても欲しいキャラがありまして。超激レアなら顔。激レアならスイマー。レアならホッピングかアーティスト。欲しいんですよ。エステ当てただけでもすごいことなのに。マサムネ打ってしまえばよかったんだ。ものすごく使えるので育成して活躍させたいんです。結構癖があるし、出すのにコストもバカにならねえ。未来編の最初ぐらいまでなら必要ないだろ。攻略速度から考えると今回のプロジェクト、本日で2章をクリアしてないといけないんですよね。寄り道が多すぎるんだ。育成をしっかりして、強く使用にもランクが低いと限界があります。手持ちのキャラが少なくてランクを上げるのが難しいんですよ。いっそ弱いままで日本編を全クリアするってのはどうだ。無理じゃないですが未来編のことを考えると非効率なんですよね。未来編には達成報酬があります。短い時間でクリアすればいい報酬と猫感がもらえます。それなりの育成をして臨めば一発クリアも可能です。いや無理だな。だって今上げられるレベルって10が限界なんだぜ。キャラを増やすなりしてプラスを振らないと、レベルは10のまま上げられないんだぜ。非常に悩ましいですね。まずは章を進めながらお宝回収。今回は猫缶を使わずに攻略を進めます。そんなにガチャ引きたいか。戦力が必要なんですよ。マサムネの育成も10で止めておかないといけないので、妨害以外役に立ちません。今欲しいのはホッピングとスイマー。レアを優遇して入手して。超激レアと激レアは微妙なのは売る時期ですね。微妙なやつ残してるけどな。まだ先の話ですが、ウルルン戦で役に立ちますよ。射程は多分勝ってるので。まだまだ先の話だよな。理由ならこのステージでも言えます。射程が長く範囲攻撃なの今はこれだけ。手放すにはちょっと惜しいんですよね。ボス戦で取り巻きを倒しながら、同時に攻撃できるとでも、問題点がいくつか、壁が2種類しかないので射程を詰められる。研究力が低いので次のキャラを出すのに時間がかかりすぎる。入金のスピードが遅いので金欠になりかねない。キャラクターのレベルもそうですが、研究力と資金面の問題を解決しないと、レジェンドは難しいです。マサムネやられちまったな。レベルが10にも満たないと上級のステージでさえこんなもの。何度目かの攻略でしたが無理ですね。倍速します。今やりたいことはニャンチケと猫缶の回収。並行して日本編のお宝集めですね。お宝で強化しまくったら壁少なくても上級ぐらいいけるんじゃね。無理です。敗北したところで日本編を進めます。香川から岐阜まで一気に行きました。無駄した割に進んだ方だよな。今回レアの育成をした結果、エステが順調に進化しました。そしてやっぱり、ランクを上げないとレベル10より上に上げられません。ランク900まで上げないと、レアキャラのレベル10で止まったまんまです。これは未来編を速攻するためにも、お宝集めと猫缶を頑張って集めないとな。ご覧ください、ジェンヌさんです。研究力と資金面を改善して、化け物集団にしてみせます。やっぱりランクを上げないと意味ないですけど、でも範囲攻撃という魅力は大きいので、
未来編に入るまでになんとかして強くします。方法は2つ。猫缶を集めてレベル上げをしてランクを900まで上げる。お宝を最高のもので固めてキャラ全体のステータスを上げる。寄り道を控えてやっていかないと難しいですが、寄り道しないと猫缶は入手できません。レジェンドの攻略ができるようになり次第、多少の無茶を通します。失敗すれば統率力を大きく失うがな。他に具体的な入手方法がない以上、冒険は避けられません。してなかったら2章とっくに攻略できてるがな。2章までならね、ガチャでファイターと海賊エステを入手してる時点で勝ち組だよ。2章岐阜県制覇、粗悪だがお宝も入手。トレフェスで頑張ります。今回活躍したジェンヌさんを見てみましょう。ランク209か、上げるの難しいんですよ。レアを選択して、ジェンヌを見てもやっぱり10が最高。小屋道のりは遠いな。他の攻略と並行しながらだから、統率力の回復の間にメインの育成攻略を進めるよ。本日の成果は、まあ寄り道を2日連続した割に進んだんじゃないでしょうか。統率力を無駄にしてしまったがな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ログインで猫缶もらえる時期から始めればよかったです。でも参考にするには過酷な条件の方がいいんだがな。